い、どうもこんにちは、たかしとけいです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日は来ました、トレクル決戦クマ。ちょっとね、俺これ超楽しみだった。これから初見でアルティメイト行ってみたいと思います。お願いします。はい、今回こちらのギアサードパで行ってみたいと思います。多分失敗します。多分みんな分かってると思いますけどね、僕がギアサードを使いこなせるわけがないですね。で、まあメンツ的にはでね、あのクマが赤らしいんですよ。それだけ教えていただきました、ありがとうございます。で、まあ赤なので灯籠さんでまあ封じられるのと、一旦無効化できて、で、まあペロンさんでもう一回できると。なんかなんとなくだけど、ヒットブリアがなんか流行ってるから今、だからミホークとか効かないんじゃないかなってことで、だったら耐えようかなっていう、そっち路線。で、まあ遅延は遅延でも特攻ソップさん。で、僕エネルのスキルが低いんですよ。27ターン絶対溜まんないと思う。これ多分溜まれば勝てそうな気がしない？まあこれでいってみよう。とりあえず一旦ね、初見アルティメイトございます。お願いします。決戦暴君クマ衝撃派。はい、で、で封じは1、封じとあのダメージ軽減がね1、レベル1でした。ムービーですよ。わあ、やばい。こいつアホ面だな。モニアはここにいるのか。ほんとそんな感じだよ。ほんとにほんとそんな感じだよね。そうか、見つかるとモリアの居場所も聞き出せん。旅行するなどこを引きたい。言ってねえか。で、ほんとそんな感じ。ただこんな感じ。あ、ちょっと俺クマのレパートリーも増えましたね。下手だけど。もうちょっと磨かないといけない。あ、モリアだ。ギシシシ。うわ、ここの二人のあれは興奮しましたよね、漫画でね。ドン。うわ、暴君クマ。ほんとほんとこんな感じやから。旅行するならどこに行きたい。似てないだろ。いや、似てる絶対る。いや、雰囲気は似てる。こいつは似てないかもしれないけど、雰囲気は似てる。てめえの能力ぐらい分かってる。これ似てるから。ほんとかよ。ほんとほんとにね、似てるよね。似てるって書いてください。雰囲気似てるから、ほんとに雰囲気だけは似てる。なるほど ね。これ忠告しに来た時だ。また一人七部会が麦わらの手で落とされやしないかと。なるほど。ふざけんじゃねえ、俺の心配だぞ。顔すごいな。上の方すごいよ、なんかここの黒いとこすごいことになってる。なるほど、怒っちゃった。モリアさん怒っちゃった。なるほどね。なるほど。でクマと戦うといいんですか。なるほどね。なるほど。いやー、まだ終わってなかった。今もう完全に行く感じだったけど。あ、ルフィが出てきた。でもアニメだと、アニメじゃない、あの漫画だと、原作だと、あの倒した後だもんね。あ、そういうことね。そう、モリは倒した後だけど、ちょっとこっちが先に来ちゃったの。うわ、はい、始まんの。あ、音楽でいきなり食らっちゃうじゃん。やめてよ。いや、いきなり死ぬわけがないだろうけど、でもいきなり食らうね、これ。あ、待って、やばい、そうだ、俺がミスったら死ぬってことね。そうですね。よし。よし。計算通り。やばすぎる。え、なにやばいパターンですね。うわー、待って、やばい。これはやばいですね。
え、これやばくない？これやばいですね。え、リアルにこれもう死んだよね。倒さなきゃいけない。いやいや倒せないって。4体さ、倒せてもいけるか。肉取っても意味ないから、倒した方がいいか。倒した方がいいし、倒した方がいいか。うわー、マジか。いきなり窮地来る？こんなにいきなり窮地いきます。やべ、これやべ。うそー、マジで？え、マジ？めっちゃ強いやん。ちょっとギアサードやめよう。もうギアサードダメです。 俺ギアサード使えない。ちょっともう一回コンテにしない。もう一回いきます。パーティー変えてもう一回いきます、うん、はい、ちょっと気を取り直しまして、やっぱギアサードは僕ちょっと調子乗ってます。ギアサードは自分で個人的に周回するときにやるとして、白いまで、そもそもこれでも勝てるか分かんないからね。もうとりあえずこれでいきます、うん、もうこれでいって、もうどうせ石使わないと次もいけないから、うん、もうコンテにしよう。やっぱクリアはしておきたい。1体欲しい。これで行くの？もう最後まで。うん、ギアサードが確率あると思う。だってギアサード絶対に俺も負けるから。絶対に負けると思う、うん、そもそも初めての敵でね、まず緊張してるし、いろいろとダメですか。で、封じは、封じ、あとね、封じとジスロと、ダメージ軽減は解放されてました。でも最後あれだよね、でもヒットなんちゃら。それがあったら白い撃ついよね。実際使えないよね。そこなんですよ。で、あ、ちょっとね、これさっきのことを踏まえると、あ、やばくね、これ。さっき一旦多かったのに、一旦全然いない。待って待って待って、よく考えて、よく考えて、よく考えて。これもう死んだよね。これ詰んだよね、もう。なんで？だって白毛一旦目何にもバイアスかかんないから。やばいね。ちょっとオートカーソル通りでちょっとやってみようか。せめて2人削れればね。いや、2人削ったとしても次のターンであいつがチュイーンってやるんでしょ、うん、じゃあ上の紫君倒せる？倒せないとやっぱバイルスかかってる。らしきれいね。これ詰んだね。えぇ、俺クマ無理パターン。前ちょっとオートカーソル通りやってみようか。エネルだけもしかしたら白ひげで行って、そうだね、いけるかもしれない。あ、いけるね。あ、意外といける、意外といける。こっち行こう。あ、意外といける。あ、意外といける。ただこれでしょ、上のやつ何食らったっけさっき。いや、もう不明なんです。不明だよね。結局下の2人で倒せばなんとか生き残れる。15,000食らうことないっしょ。でも食らわないと戦場効果発動できないんだよ、白ひげの場合。難しいですね。まあ前2人倒してみようか。前2人は多分倒せると思う。前2人倒して、うん、OK。 ちょっとじゃ あ順番どうしよう。こう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 、ちょっといってみます。いけるか、頼む、いけてくれ、頼む、大丈夫か。生きて生きて生きて、お、生きれる生きれる。よしよし、7200。もう一回食らおう、もう一回食らおう、もう一回食らえば戦場効果が発動できます。よしよし、危ねえ。最悪の事態を避けれました。危ねえ。いや、もう変な汗止まんねえわ、もうこっちはもうたどり着けない、ね、本当だよ。いやー、焦ったわ。とりあえず出会おうよ、とりあえず熊まで行きたいね。だ、初見白ひげってすげえバカなことやってるから、ね、ダメージ量わかんねえのにやってるからすげえバカだと思う。まあまあいいんで、いいんですよ、それでもね。とりあえずね、な、強いね。ちょっと弱らせないといけない。ごめんしておいて、今回にしておいて。で、7200でした。大丈夫ですよね、大丈夫ですよね。よしよしよし、戦場効果発動します。よし、あー、また出た。これお肉取ると失敗しちゃうパターンのやつ。お肉1個取ってもいけるよね。1個取っても大丈夫なんで、お肉1個取ります。いや、取らないでよ、ここ。いや、取ろう。どっち？一撃発、一撃。やっぱ戦場効果発動すると強いね。あー、なに、とりあえずザコ3、4人か、4人は倒して、カニとかは後で考えよう。そうね、うん、とりあえずいきます。わっ、強い強い強い、ね、さすが白ひげ。あー、そっち行っちゃう。なんでそっち先行っちゃ
あ、取っちゃった、やべ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 、これ大丈夫？危ねえ、もうやだ、肉怖い、肉がこんなに怖いことないよ。チキるしか、チキる。そう、もうチキるわ、最初にチキります。お肉怖いって意味が分かんない。ルフィだったら多分怒るよ。よしよし、ちょっとこいつ倒しちゃう、もう倒しちゃう、もう怖いから。いや、倒せない。何言ってる。どうしよう、どうしようかな。亀も亀は食らいたくないね。4000とか食らいそうじゃん、なんか分かんないけど。そうね、そうだ、亀倒しちゃおうか。もう一個お肉あれば取って食らってみようってことでしたけど、そう、怖いので亀倒します。はい、これ白毛たまんねえな絶対。で、あ、後ろの人3ターンしっかり稼ぐと。お肉どうする。いやロブスターちゃんは怖いね。ロブスターは怖いね。やめておこう、やめておこう、灯籠で。よしよしよし。あー怖え。お肉1個でこんな怖いからね。よし、よし、クマたどり着きたいね。ちょっと濃厚きついだろうけど。なんか何ここ何にもないの、なんか何にもないとこの方が逆にもう怖いっていう。またこいついるじゃん。あ、そいつ危ない。あ、こいつやばいよ。そいつやばいやつ。最後に倒しておこう。あ、こうからのこうでいこう。多分全員倒せると思う、これ。いきます。最初のこうですね。素晴らしい。こうか。親父はもう、それが強いですから。さすが、さすが親父です。よし。もう、どんどん倒しておこう。いいですね。いいですね。いいんじゃないですか。あの、パーリーナイトゾンビが本当に。パーリーピーポーゾンビですね。パーリーピーポーゾンビがマジ怖いから。あいつ一番危険。あいつやべ、こんな、はい、アホ面して。一番危険だ。よしよしよし。ちょっと、やべ、倒したかな、倒さないで。よしよしよし。あー、怖い怖い怖い。親父なんとか溜まりそうじゃない、このままうまくいけば。あー、お肉怖いので打ち切ります。これお肉、クマ中に取っちゃったパターンとか一番へこむよな。親父はそれがまずいっすよね。さあ、4面でございます。あー、何そういう感じ。何ですか、あの猫ちゃんは。猫ちゃんはね、最近出てきました。最近のやつ、ね、そう、スリラーバーグルに出てきました。なるほど。とりあえずタツノオは絶対倒した方がいいと思うよね。絶対だね、絶対だね、これは絶対だと思うので、4-4の2人で倒して、4-4からのタツノオは優先的に倒します。あぶねえ、お肉取らない、ナイス、お肉取らない、ナイス取らない、ナイス取らない。よしよし、お肉取らないよ、取らないよ、あ、いいよ、ナイス取らない、よし、ナイス取らない、ナイスナイスナイス取らない。なんだよそれ。あ、お肉取らないよ、お肉チキるよ、お肉チキるよ、お肉チキるよ、はい、お肉チキるよ、ナイスチキリ。よし、来た来た、あ、来た、やっと来た。いや、怖い、うわ、もう汗やべえ。とりあえずたま、ありがとうございます。なんだよ、とりあえず食べたな。よしよし、ってかもうお肉1個も取れねえからな。さあ来ましたよ、なんだってんだこいつ、見えるね、クマ、やばい、どんな感じなんだろう、超楽しみなんだけど。え、うわ、こんな感じ。いやいやいや、嘘、なんだ、やはりモリアに任せ、モリア、モリアに任せておけないか。そのようで、何言ってんて、誰が喋ってたの。え、多分セーフ。ああ、来た、やばいよ、七深い。怖いよ、やばい、うわー、やばい、たやすい。いやー怖、うわー、来た。俺はバーソレルヌクマ、肉肉の美貌、肉球人間。これだけ聞いたら全然かっこよくないけど。全然、ただ可愛らしい男の人だけど。やばい、いいだろう。うわ、まず麦わら、お前から始末してやろう。やばい、来た来た来たよ、来たよ、やべえ、うわー、クマだ、待った話だ。あっ、状態異常、向こう力続行、向こう、え、なんてなんてなんて、もう一回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 、旅行するのどこに来て、もう一回もう一回、本当に飛んでった。いない、え、ゾロ飛んでった、もう帰ってこないの、これ帰ってこないよ、そういうパターンだ。
しかも4ターン力と技無効。何も効かないじゃん。ちょっと考えよう、一旦考えよう、とりあえずもうウソップの遅延が 100% 効かないので、ウソップはもう今打っちゃいます。 10% 減らせるので。ああ、そういうことね。そう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 、もうどの道遅延は効かないから、うん、10% を削るためにウソップを打つ、うん、で4ターン目の最後の攻撃をペローナで軽減する、うん、できるかな。まあさすがに4500はないでしょ。だって一旦4万5000のことじゃない。取らないか、取らないか。だからペローナで多分一旦耐えれるので、その後そしたらあの上のシールドが消えるから親父を打ってエネルギーが溜まりませんまあやるしかねえか。なんかもう一人飛ばされそうだね。え、待って、船長効果発動してない。え、なんで一人飛んだから HP も無効になるの。あ、減ってる、確かに。うわ、マジかよ。そうわ、終わった。わ、これ終わりました。ということはだいぶ、うわ、マジで、マジか、そんなん予想できんわ。すげえな、むずこれ。多分あれですね、クマ落ちた時の必殺技、多分敵一体を飛ばすです。敵一体をあの旅行するのところに来てて、バンテーレレレーレレレレです。強すぎるな。その代わりあの手配書が落ちないっていう。強すぎるな。で、どんな敵を倒せば最強だ。旅行するのところに来てる。それいいんで、それいいんで。ちょっと、マジかよ。とりあえずウソップだな。もうウソップ、あー、だって4ターン何にも意味ないってことでしょ、こっち。もうこれはもう 100% 濃厚無理ですよ。じゃあ結構ギリギリライン、白ひげだと整えていかないと一人分飛ばされるから、これ飛ばされるのランダムなのかな、右下なのかな、ちょっと分かんないですけど。まあしょうがないね。まあ初見でクマまで、初見じゃねえし2回目だし、ギアサーブでミスったからね。32000、うん、これじゃあ早で固めた方がいいんだね、わざわざ。でもう32000、うん、見てなかった、見てなかった、ざっくり30。まあ30だろうね、3万2000って相当弱い。まあ300万、じゃあ早で、早パで来れば削りきれそうじゃない。なんかいけそうじゃん。うわー、逆にこれエネルエネルでもよかったパターンかもしれないね。まあいいやいいや。うわー、じゃあこれ意味ねえじゃん、俺これ何してんのこのターン。戦場国発動しねえし、ゼロだし。青いやつは食らせられる。ですね、5、あ、一応ちょっともうちょっと食らせられた。もうダメじゃん、親父撃ったって意味ねえしな。親父もこれ多分効かないよね、さささも多分効かないよね。あれ効く、ちょっと分かんねえ、怖いからやめとこう。もったいないかな、うん、とりあえずじゃあ3ターン稼いでベローナさんに期待して。そうですね、マジかよ、ゾロ吹っ飛んでったし。2パターン初だよね。縛りじゃないってこと、縛りとか。あ、帰ってきた。え、だ今一瞬光ったよね。一瞬光ったけど、一瞬だけ光りましたね、ゾロさん。光るとだけ光る。もういいや、もうしょうがねえもんな。ゾロ一瞬光るから、ゾロ一瞬光る、ほら、ゾロ光って、お、帰ってきた、帰ってきた。なんで一瞬光るのこれ。何これ。じゃあ行きます、ベローナ。はい、ちょっとベローナ打って軽減しすぎて発動しないってことあるかな。あとでも1000ぐらいは食らいたいんだよね。いやー食らうでしょ、1万は食らうんじゃないの。ベローナ使ってみます。うーん、使うしかないから、使わなきゃ、ね、確実に狙う、確実だから。そして次のターンで戦長国発動できて、白ひげで行けばまだ可能性はまだある。行きます。お肉は取っちゃダメ、ミスね。もうミスで行きます、もう仕切ります。どうせゼロになってね、よしよしよし、もうどうせゼロだ、よしよし、よし。どんぐらい、おっ、やべ、これ発動しないんじゃない、これギリギリ。え、うわ、どんどん発動しない。え、どんどん発動しないじゃん。しかも今何食らった、890。じゃあ8000とかか、うん、うーわこれダメだ、これ親父パーきついわ相当。なるほどね、この繰り返しでしょずっと。そうだろうね、4ターン置きなんだじゃん、その代わり4ターンくれるんだ。はあ、きついな。まあいいや、石使ったら全員帰ってくる。まあそれもちょっとじゃあ参考になればね。僕ちょっと今火使ってみます一回。うん、親父とりあえず使ってももういいよね。親父とりあえず使います。もういいよね。さっきの効くんだっけ、忘れちったんだよ俺。あのシールドがついてた時に親父が効くかどうかわかんない。84万。おお、すごい。すごい。30パーで84万でしょ。どんぐらい ?80、待って待って、84足す。さっきのまあ大体なかったことにして。そんなに。結構あんだよ。やっぱ300から400ぐらいだよ。うん、そうだね。
はい、電線彫刻が発動しています。いや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 、マジかよ、それあり？そのずっと無理じゃんこれ。また飛ばされんのかな。飛ばされんじゃん。火使ったら分かってくる。それ気になる。それ気になる、ね。それ気になる。気になるわそれ。ちょっとそれだけお伝えできれば。あ、今もうゾロ押しちゃったよ。ゾロいねえし。光ったら押したよ。いや押した、今押した。押したら何も意味なかった。光ってたら急に来るとかない。遠くから急に一瞬だけ来るみたいな。ないでしょ。まあもうこれ死ぬしかないんで、まあもうダメージだけちゃんと見てきた。そうだね、ダメージどんぐらいくらいか。はい、見ててちゃんと。半分以下、半分以下、半分以下なんかしてくのかい。自己修正効果、あ、ちょっとわかんない。あ、わかんない、削り切れるとわかんないんだよねこれ。え、しかも回復して防御もつく。あ、自分で回復の毎回ターンがつくんだ。しかも防御半分以下で防御99ターンす、うん、防御力アップ、かつ回復するんだ。回復します。まあコンティニューしてみます。ちょっとまあ、あの帰ってくるのかどうかちょっと参考になれば。次は負けねえ。帰ってきたー。おーおー、見て見て、あ、ランダムだよ。船長はダメでしょ。ランダム飛ばされちゃうんだ。いやこれ船長飛ばされたらダメじゃない。つまりもう最初の4ターンで削りきんないと負けだわ。相当石使うわ。そうだね、うん、これ多分コンティニューし続けても多分しなければ倍率がかかんないままだから、うん、意味ね、これ多分無理だと思う。これ多分しなければでコンティニューし続けるのは多分無謀だと思う、うん、つまり最初の4ターンで削りきんないと、うん、ね、もう負けだ。石を無限に使うことになる、うん、だよね。つまりね、最初にいきなり船長ぶっ飛ぶパターンもあるってことでしょ。これそれえげつないな。え、さすがに最初はないんじゃないの。それいじめじゃんだ、そんな。いや、今回運があるからみたいな。あるんじゃない。6分の1の確率で負け決定。あるんじゃない。えぐいな。ちょっともうこれでやめます。うん、多分石もったいないので一回食らったら8000ぐらいしたら発動。そうね、そうね。ちょっとまあ一回やってみよう。どんぐらい防御力上がってるのかしら。エゴですね。はい、4ですね。はい、はい、はい、一応ちょっと、一応まあちょっとよくないのかな。5500 9万回復します。一旦ごと9万も回復。もう半分以下にしていけないし、最初の4体にも倒さなきゃダメだ、ね、うん、もうそれ だ。火力上げてドーンだね。で、速いじゃないと効かないから、速いじゃない、技と力が効かないから、やっぱ早場じゃない。そう、ね、ハンコックとか、あのハンコックマルコが輝くんじゃないですか、多分。あとエネルか。そうね、でもエネルエネルだと多分火力足んないから、どっち製きつくない？そうね、そうね。一旦で300回いけないでしょ、多分エネル。ちょっと一応まあ。あ、バカバカバカ。ナイスナイスナイス。俺もちょっと、は、うん、こんな。8000ぐらいじゃないかな。9000ぐらいかな。分からん。9000ですね。でもこれしじろげ飛ばされたらエネルさん。今回発動してんでも一応発動してますけど無理だろこれ。ここあと4ターン倒しきるんだ。船長いないのに。嘘くれ。絶対無理だ。絶対無理だろ。5万しか食らわねえんだよ、いった。これ絶対無理だよ。超強えなクマ。さすがアルティメイト。ちょっと今日中にね、濃紺でいけるパーティーは見出したいけど、無理かな。僕には無理かもしれない。これは強いね。これ強いね。20敗か。どんなことしてるかちょっと気になるけど、一応トールやねんともう負けなんで、トールやります。これまた飛ばされる。最大2回とかにしてくんないと、もういじめだよ。そう、どこまで飛ぶのかな。うん、そうだね。1人とか全員飛んだら負けじゃんだって。負けだよ。いくら防御に変えてもさ、一応まあ防御します。もう一回飛ばされるのか。えげつない、えげつない、えげつない、つないつないつない。いやいや、これ全員飛ばされたら負けなのかな。負けなんじゃない。これ多分負けだよね。ちょっと検証できない。さすがにちょっと石ねえよ。そんなに石やったら戻ってきちゃうから。あ、そうか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 。ウソップ一応作ります。意味ねえけど意味ねえけど。ウソップ2回溜まるって。
うわマジか。ちょっと考えなさいダメだ。あでも石使って白ひげ玉くればこう削っていけばさ。一応ね。やだよ、なんでそれ。また戻ってくるじゃん。もう石を消費する作業でそれただの。石使うの。やだよ。パワープレイ倒すんじゃん。やだやだ。しかも今飛んでったからそうだ、また戦場効果発動してないんですよ。あそうか。そうだからきついわ。白ひげパワー。もうコンティニューとかはもう絶対しちゃダメなんだよ。何パワーいいんだろうな、やっぱ早、ほんと早属性だろうね、多分。そうなんだ。もうここで負けなんで。はい。マジか、ちょっとダメだ、このパーティーちょっとダメだ、ちょっとさすがに限界があるわ。で、一旦1万と。多分だから最初に、でも本当にマルコとハンコクだったら超余裕そうじゃない？そうだね。最初一人飛んだとしても、うん、まあ、船長最初に飛ぶってことはあんのかな、わかんない、ちょっとやってみよう。それさすがにないよね。面白いよね。一旦目で船長飛ばされたらさ負けじゃん。負けだよね。まあ、多分ドフラミンゴとエンハンスでハヤーの人たちだったらいける気がすんな。スロットがいっぱいこうね。そうね、スロット整えて、うんうん、スロットもアップさせて、うん、エンハンスエネルのスキルが高いといいね。いや、ミンゴより逆にもう核とかでいいんじゃないの。それもありだね。青で全員で。それもありだね。うん。ちょっとどうしようこれ。まあ、今回この動画はここまでにします。うん。うん、ちょっと濃厚行け次第、ちょっとそれも動画撮りたいと思います。そんな感じでした。いや悔しいな。強いわ。悔しい、コンティニューしません。これコンティニューもうし続けることなんで。いいえ。コンティニューしますか。うわ悔しい、マジか。諦めるって初じゃない。今まで初見ね、石使って行ったりしたけど。うん、諦めるってこんなに悔しいんですね。いや悔しいなマジで。とりあえずそんな感じでございました。まあちょっと今日中にあげるか分かんないですけど、まあてか今回中にあげるかすら分かんないしね俺。でもそっか、エネルだったら回復するんでしょ。4ターンだからさ、うん、マックスな回復回復するんじゃん。ちょっとエネルエネル行ってみようか、うん、そこじゃない。普通にもうあのガチャなしだったら。そうね、俺いける。俺だって持ってないもん、マルコも。だって4ターンあればもう超回復するんじゃん。ほぼもう復旧じゃない、9000ダメージ。あ、そっか、1段目でひたすら使っちゃえばいいか、うん、だから飛ばされちゃうから、あとはだその時間のあれの。そうかそうか、そうか、 あそれいいかもしんない、うん、ちょっとエネルエネルで次行ってみるわ、うん、うん、そんな感じでございました。はい、ちょっと悔しい結果に終わりましたけど、見てくれてありがとうございました。ちょっとみんなも頑張ってください。明日も頑張ろう。バイバイ。